と城跡はどっちが開いたらいいのかな。来てますか？大丈夫ですか？電波つながったままだといいんですけどね。大丈夫ですかね。ここは福江港ターミナルって風強い。さっき朝は雨雪降ってましたパラパラですけど。パソコンは古い方なんで今日は大丈夫だと思います。っていうか放送トラブルで時間食ってる場合じゃない。ここから最長50キロ走って最後に標高差200と150のアップダウンがあるとこを走ってで宿まで行かなきゃいけなくて、夜7時には着きたいですっていうふうに宿にはさっき伝えました。さっき予約して体感温度をあそこなんかつるっぱげな感じの山がありますね。あれがなんか鬼岳ってやつかな。周りの山緑色なのにあそこの山だけ肌色してます。肌色というか黄土色というか。池とはどこでしょう。誠何で、この島は確かに教会が有名なんですけど、今日のルートは全然教会意識してないです。とりあえず数少ない宿のあるところまで行かなきゃいけない。でも11時後半ぐらいの島に着いたんですけどね、8時の11時10何分だったかな。で食堂で飯食って、そこから1時間ぐらいかけて今日のルート考えてました。宿がですね限られてるから宿がそんなに多くないんで教会に。なるほどなるほどね。昼ごはんうどん定食。でもうどんよりはアジフライが妙に美味しくて、なんかアジフライってあんなにクリーミーじゃないけどなんていうのかな、コクのある味なんでしたっけ。ちょっと今日のアジフライはびっくりするぐらい美味しかったです。この辺りは割と市街地ですね。あと1周100キロ以上の島なんで、細かく回れば100キロ以上のちょっと私これちょいと失礼してマイクそうですか。どれいやでもさっきテストしたとき確か正しいマイクになってたと思いますけどね。寿司か。ちょっと待ってくださいね。アプブはなんだ。やっぱり確保できてますが今答えても意味ないですね。リアルテックはこれが本体の方で USB オーディオで合ってるはずだけどな。忘れた。マイク合ってると思いますけどねこれですよね。ってことはなんかうるさい、すみません。風に対して今日弱いも何もいつもと同じマイクなんですけどね。おかしいな。あんまりひどかったらマイク変えます。ウェブカメラマイクだったら今フーフーって言った時にウェブカメラには届いてないはずです。ウェブカメラではないです。間違いなく合ってます。牛肉30分でバテます。コツ頑張らないことですね。私的にそう絶対やられると思ったけど、私はもう 100% それです。疲れるんだったら疲れないぐらいのペースに落とす。でこれですか。お城ずいぶん綺麗に普及されてますね。復元かな。何が使えない。お城これですよね。ていうか、これお城の建物ってことでいいのかな。いるいる。よっと見えてませんか。 120% か。そうしないと鍛えられないという考え方の人もいますね。ザマニア、なんかお城っていうかですね、いろんな建物が建ってますね。城の中に。そう、特に一人で走ると頑張ってしまうので、ペースを抑えてくれるような人と一緒に走ると随分楽なんですけどね。あるいは自分より遅い人と走るとものすごいあまりの落差にびっくりするぐらい。いや30分でも一生懸命走ったら結構すぐ来ると思いますよ。対馬はここから見えないんじゃなかったっけ。見えるんでしたっけ。あそこは小鴨と白鷺いますね。変わった形。鬼岳はどっちだっけ。反対側の方だっけ。海水どうですかね。韓国語あまり見てない。よっと、とりあえずここをぐるっと回って、今ここさっき出しましたけどね、出てませんか。尻が痛くなりますね。尻の痛さに関して言うと、いろいろとサドル変えたり試行錯誤しないとどうしようもない。人によって全然違うみたいなんで、私はサドル柔らかい派、柔らかサドル派を。五島バラモン市。バラモンって確か宿の名前でもあったな。私バラモンっていうふうに見るとどうしても男塾の当て字みたいなのが頭に浮かぶんですけど、バラモンってもともと何用語なんでしたっけ。仏教かなんかだっけ。バラモン数のがあんまりカウントじゃあコートか。今ここ出てないですか。こんにちは。誰も出てないとしたらサーバーがカフカでダウンしてるんですね。そうか、年末だからな。みんなが使ってるからダウンしてる可能性ありますね。私だけが見えないんだったらこっちの方ですけど。カニか。偏ってる。ヒンドゥーバラモンですか。そうそう、隠れキリシタンの。ああ残念。バラモスボコスカウォーズの敵の名前なんだっけ。バラモスじゃなくてバラモスよかったか。違ったっけ。まあいいや、とりあえず島を南に向かいます。多分明日まだここまでぐるっと回って戻ってくると思います。明日郵送止まってたらもう他の島回る時間なくなるしな。中華餃子館、あ、オーレスか。ありがとうございます。うわー、すっきりした。オーレスだ。そうそう、オーレス倒すのだーだ。すいません、フリーゲームの話で。オーレスかで、これまた立派ですね。なんていうか、橋のとこまで石で作られてる。へえ。下調べほぼやってないですからね。あとはあんまりないですね。福江島集中してあって、島内のあちこちバラバラはないんですよね。ジャングル、おお立派だ。この橋は多分当時のものじゃないですよね。にしてもそれなり古いな。40代、メイン40代かな。バテて、それだけ頑張ってないってことです。こんにちは、ありがとうございます。これ海水かな。なんかちょっと海藻みたいなものも見えるけど、いや淡水かな。距離的に言ったら海水の可能性高そうですけどね。海すぐ近くだし。なんか明日ぐるっと回ってきたら入るかも。今日はとりあえず、あ、対馬コンビニはですね、なんだっけ。そうそう、島ガイドは確か、島ガイドには何か書いてあったな。なんかなんとかっていうコンビニが、ローカルコンビニが島内に2軒だかあるとかいう話は見たんですけど、あるとしたらここと昨日はどこに帰った、あるとしたらここの福江港の辺りと、あとは三井楽の方ですかね、島の左上辺り、今これ 島の右側端っこの辺りなんですけどね、右下に近いかな。ああ、日が照ってきた。意見じゃないですかね。結構ここ離れてますよ。長崎港から100キロありましたからね。100キロ以上、船で3時間ちょい。長崎市内より島はですね、何人だっけ、10万人はいないかな、何万人だっけ、遠いですよね。雪がぱらついてる。今日古い方です。そうです、そう、ペダリングで効率の良いペダリングで、でこの放送が今なんとか聞こえなかった。急ぐり少し雪が降ってます。パラパラと結構しないと。そうですね、長崎、あと道路状況悪かったな。あっちはあんなに走りにくいとは思わなかった。長崎の場所選べばいいんでしょうけどね。長崎市中心地の辺りはあんまり、今日はあの辺りあんまり良くなかったな。道狭いし車多いしまあこっちは島だから当たり前ですけど、そんなに車はバンバン走ってないし、ヘリ、お昼はさっきうどん定食食べました。連泊、この辺りは特に集中してる辺りだ。この車やばい音がしてる。左前輪からなんかギーチョギーチョギーチョいってる。やばいやばい。白はもう見ました。今あれで終わりです。今日は後半の最後の一番最後のところのアップダウンがちょっと懸念事項ですね。まあでも寒くなってきたあたりでアップダウンだから、上りは暖かくていいかな。標高差200登って下って、50登って下って、150登って下って、あと宿。あ、画質いいですか。今日は後半が心配。3万7000か。小豆島が2万人でしたっけ。小豆島よりはでかいんだっけ、この島は。小豆島海岸線ギザギザしてるから結構人口そうですね。風景が、いやでもこの辺りは特別市街地なんだと思います。タブレット、今日はタブレットじゃないって、あれ、配信機材タブレットって書いてたっけ。今すいません、今タブレットじゃないです。タブレット買う前から使ってるノート PC です。声低くなる現象は固有だと思うんですよ。 USB オーディオデバイス、別のやつを使えばおそらく起きないんじゃないかと思います。タブレット配信は消費電力少ないはずなんで、あとマシンパワーが十分あるんで。こんにちは。ジェノサイドあんまりやってないな。 X68000 用のズームが作ったゲームのことですよね。十島そんなでかいのか。島って定義はそう、パソコンの方です。おお、なんすか今の。暴走族のパラリラみたいなもんですか今の。今の曲はあれかな、あれなんだっけ、曲名知らないんですけど、ちょっとマーチ的なやつ止まったか、まあ電波あって、まあそうでしょうね。途中確か電波ないとこもあります。火山島、あ、そうなんですか。ララ、あ、さっきの書いてあった名前か。ヘビー、あ、移動販売というよりは宅配じゃないですかね。あれ、この辺りはまだ移動販売っていう雰囲気のとこじゃないし、ん、少女漫画、あ、ララがってことかとか、まあそれはもう分かってることですよ。あ、ディズニーでしたっけあれ。ああ、そうかもそうかも、なんかそんなんだった気がする。ああ、ちょっと風あって海が少し白い波が見えてますね。アジフライ美味しかったです。特別美味しいんだろうか、こっちのやつが。それとも揚げたてはあんなに大体美味しいもんなんですかね。とっと、うん、切れてるわけじゃないんですね。カメラはロジクール C905M です。小さいやつ。明日またなんか一日雨の予報なんですよね。明日どうするかな。寒さは走ってる分にはなかなかいい感じですよ。それほど寒くない。昨日都議津湖のとこで凍えたのに比べりゃ目でもないですね。7秒途切れひどいな。じゃあもう通常配信にしとくかな。流行らない。ちょい待ち。ん、これ、よし。これで画質重視よりは少しコマ重視の方に少しだけ振って、こんなもんかな。通常う、あれ通常になってる。通常配信に通常にしました。うん。でもダメだな。まあいいや、進みます。うん、ソース、あの感じだとなんかクリーム系のものも、クリームというかマヨネーズ系のものもいいなと思いました。今日マヨネーズだったけど、おかしくなる。すごいな、コーラ飲んだら歯が溶ける的な。ああ、雪降ってる。うん、タルタル。今日は多分ただのマヨネーズでしたね。あとエリア的にどうなんだったかな、ここは。お好み焼きっぽいな。トエムルの、大砲、大きな宝の大砲という海水浴場の近くです。私はどういう人、私はどういう人か自分では知ってるつもりなんですけどね。そこを騙すところの伝えるのは難しいな。タルタルでしたっけ、マヨネーズじゃなかったっけ。タルタルだったっけあれ。人系、あ、IT 系か。これは見たい。私はモモって呼ばれるのが嫌でロボっていうふうに自分で修正したんですよ。モモって呼ばれそうになったから。ロボである意味は特にない。おいしい、おいしいですね。久しぶりでうまいな。こうちゃん、あれは干物ハウスか。ロバのパン、あれロバのパンってこの間沖縄な、沖縄本島で見たやつだったっけ。痛い痛いです。なんだっけ、ロバのパンは沖縄で見たような気がするけど、あれはそうだったかな。よっとどうなんだろう、止まってるのかな。メロンパンか。ずっと行ってないのかな。1、もう一遍再接続。余計なことしたかもしれない。お、つながった。頭部の軽トラ、今は止まってますね。やった。つなぎ直した。140、あ、1万円いったかな。でも全然、あ、上がった上がった。おお、いってるいってる。でもまた落ちてきた。いや、比較的安定、持ちこたえてる。なんですかね。掃除ってなんだっけ。よし。今日はもう放送トラブルで時間食ってる場合じゃないんですよ。嫌がらせか。何がロバです。ポタファイ、いや、よくわかんないですね。サーバーとの間で何が原因で通信が滞るのか、データの流れが滞るのかよくわかんないです。お、猫だ。写真撮っとかないと覚え忘れてしまう。日が落ちるのは17時20分ぐらいでしたね、昨日は。強風、今日風音が妙に入るんですね。暴風対策はいつもと同じなのに。モノラルマイクに変えるかな、なんか休憩の時に。あ、独走ロール的なやつだ。はい、ベスト3、人間以上、ブラッドミュージック、竜の卵かな。シオドアスタージョン、あれシオドアスタージョンだっけ、どっちだっけ。人間以上は誰だっけ。オースン・スコットカードがあっちだから、シオドアスタージョンの人間以上と、グレッグ・ベアじゃなくて、いやグレッグ・ベアでいいのか。グレッグ・ベアのブラッドミュージックと、あとロバート・エルフォワードの竜の卵。いずれもなんか最後ハッピーエンド的な終わり方っていうところが共通してるかな。何をハッピーエンドと見るかによるんだろうけど、特にブラッドミュージックとか。延長動きましたか。ただ延長失敗詐欺が起こる可能性はあるんで、2時かな、2時になって止まってもしばらくお待ちください。多分再開しますんで、そのまま。おお、島っぽい。なんとなく島っぽい。ロバ。追い風だ。島ですね。これでも島にしては結構開けてるあたりってイメージなんですけどね。いつから？宿は浜辺、ひらがなで浜辺。飛行機輪行の料金ですかね。スカイマークは折りたたみ自転車1500円、折りたたまない自転車2000円、折りたためないかな、あそこはよく分からなくて、輪行袋に入れてあってもこんにちは、輪行袋に入れてあっても折りたたまない自転車だと2000円だったりしますよ。あれ何を基準にしてるんですかね。というわけで前方にまた上の方が剥げた山が。また吠えられた。あの山が空港のあるあたりかな。あれゴニタケか。なんか上の方だけ木が生えてないです。研究結果。てっぺんになんか施設があるように見えますね。バイクハウス、そんなありました。ライダーハウスは確か長崎県内だと佐世保の方に1件しか登録されてなかった。蜂の巣には。ライダーハウスあたり行きたいんですけどね。ちなみに今日の宿は1泊2食、今から昼にお願いして夕食大丈夫でした。で、6300円のとこです。まあ普通の民宿の値段ですね。多分島内統一値段的なこれでしょうか。どんなセンサーしてるんだ、格子結晶センサーが。なんで、あ、結構の追い風だな。いらっしゃいませ。今ほぼ無風です。あ、天文台ってあれじゃあてっぺんにあるのそれなんですね。こんにちは。今おじいさんと言ったか。でもドームっぽいのはないな。吠えられましたね。JAL やANAは、ですね、トータル20キロ以下だったら追加料金なしで、20キロ超えようもんならプラス2000円ですよ。そこから10キロごとに1000円だったかな。で、私の公園でもあそこに登ってると時間ないな。てか道あるんですかあれ。天文台があるってことはあるのか。自分のこと、農薬も可能性？どういう意味だ？最近、ここ数年で変わりました。確か2、3年前じゃなかったかな。2、3年、いや、1、2年前。3年前ってことはなかったかな。私の場合はですね、預けるパニアバッグの中の、充電系の、コンピューター系の重たい装備を取り外すと20キロに収まることがよくあります。21キロって出たらちょっと待ってくださいって言って、バッグの中から重たいものを取り出して、で機内持ち込みするっていう。で輪行で壊れたことって話ですかね。はディレイラーの調子が一変悪くなったような気もするんですけど、それが輪行のせいかどうかは分からなかったです。でもそれ以降は一応念のためにリアディレイラーのネジを外してフレームにくくりつけてますけどね。ディレイラーの取り付けネジを外して、それ以外ではまあ輪行袋に穴が開くぐらい。そう、1泊2食です。周りにあそこは多分食べられるところがそんなないと思うんで。延長詐欺、あ、どうだっけ、どうですか。終了しましたと言ってないから続いてるはず。この辺りもちょっとした集落というか店も少しだけありますね。 A コープですね今の。お、駐在所だ。交番と駐在所の違いはそこの警官の人がそこに住んでるかどうかの違いですよね。ん？あ、何が大丈夫なのって、リチウムですか。あれはですね、私が使っているバッテリーだと容量的に大丈夫です。可愛いパトカー、待ったっけ、全然見てなかった。確かどんだけだったかな、ワット時で計算して。お、この家なんかこのすごく和風の古い民家なんだけど、塀に星マークが書いてあって、塀が星マークにくりぬいてあってかっこいいな。なんかいいですねこれ。しかも機能的な意味は全くなさそう。そうそう、制限あります。ありますが、私の持ってる66ワット時程度だったら大丈夫です。星でしたね。あ、ユダヤは5房星なんでしたっけ。あれは6房星じゃなかったっけ。うん、保険、物損の保険ってことですか。でも自転車を預けるときにはいつも壊されても文句言いません署名させられますけどね。酒を飲みあなたの気持ちに隙が出る、中学2年生の作品か。回避、へえ。まあでも今のところ私はそれらしい被害に遭ってないんでいいかなとは思ったんですけど、何ですかって。おう、ダイソーはですね、長崎市街地にはダイソーじゃないけど100均はありました。で、昨日の夜グローブ忘れて町の方に行っちゃったんで、宿に荷物置いた時にグローブ一緒に置いてしまって、で市街地の100均で手袋を買ってしのぎました。あれがなければブレーキがかけられずに死んでたかもしれない。あー、なんかいい感じだ。この石垣がちょっと沖縄っぽいですね。薄かった？薄かった。いいですね。風も今遮られてて。鬼岳今、あっちか、あれ違う、鬼岳どっち。あと飛行場が確か近くにあるはずです。ちょっと地図拡大すぎててよくわからない。お、犬海賊の末裔ですか。ちょっと待ちを。お、これなんか買ってあるっぽいな。飛行場があるのはあれ、あ、今ぐるーっと回り込んで飛行場迂回してるのか。そこが鬼だけど、それの向こう側ですね。島流し、松浦島ってどこですかね。あ、牛、いや馬か、いや牛だ。こっち見た。結構そうですね、牛です。中にいますけど、ちょっと暗すぎて映ってないな。ありゃ顔見せて顔出してなんか動いてるの分かりませんかね。なんか舌をベロンベロン出して舌を振り回してるように見える。分かりませんかね。お、島内バス。あんなでかい猫がおるか。お前のような猫がいるか。乗っている人はあんまりいなさそうに見えるけど、ちょっとよく分からなかったな。帰りはまあ船だと思います。この福江島からだったら博多までフェリーが出てるんで、何時間かかるのかな。歩いてる人、まあ人自体がそんなに今ここは多くないんで。あれ、鬼岳はどっちだあれ。今日の目的地は大砲、大きな宝と書いて大砲海水浴場のところの宿です。ん、何が帰れない。あ、天気。そう、帰りは福岡の実家です。で、福岡から羽田の1月4日だったかな、普通に仕事始まりの前日の便で帰れるのを確保しておきました、飛行機は。ここから福岡の方に帰る交通手段はまだですけど、実家で。あれ、バス折り返してきた。乗り遅れですね。どうだ、もちは年の数ぐらい。お、最西端。そうなんですか。実家配信は多分やんないです。あ、今の違うかな、別のバスかな今のは。ツバメか。とりあえず島からとりあえず本土に、本土中が九州本土側に戻んなきゃいけませんからね。ん、福江割るだけだけいけんな。なんか微妙に納得いかないけど、クリスチャンの心得っていうのかな、教義を満たしたものを我はやれるんだろうか。本当は威圧的なところが守られてりゃいいのかな。お、長崎牛んと、あ、カトリック。私は無神論者です。いや、不可知論者かな。神様いるともいないとも断定できないけど、私はどっちも組みしません的な。不可知論者ってそれでいいんでしたっけ。わからないものが存在することを、わからなさが存在することを認めた上で、どれも信じないっていう、信じるとも信じないとも言わないっていうのが近いのかな。側転拒否。洞窟が、あ、それちょっと見たいですね。夏目。おお、大室山みたいですね、伊豆半島の。黒子のバスケって、私は黒子っていうとゲームのサムライスピリッツの方が頭に浮かぶんですけどね。あ、4キロ。なんか大室さんっぽいですよね。あっちの方が形はいいけど。でも天文台どこに、あれ、てっぺんの施設が見えなくなった。あれ、違う山見てたか。で、なんか山に斜めに線が入ってるの、あれは登山道なのかな。こっちから見て斜めに2本線が刻んであるんですけど、そう、この島です。ん、何が山。うんうん、あ、何焼きの線。山焼きのための線ってことですかね。貸し切りバス。岩山ではなくて、あれは野焼きしてあるんじゃないかと思います。山焼き。うん、何が。今貸し切りバスが通過しました。ちょっと登山っぽい格好の人たちがいっぱい乗ってました。カラフルなアウトドア服装の人たちが。見えてるのはこの後雨か。夕方までになんかまた一雨あるような予報ですよね。あんまり一雨じゃなきゃいいけど。パラパラぐらいで済みゃいいんだけど、向こうにあれ見えてるやつは地図でいうと南西の方だからこれなんて島？黒島か。あ、黒島だ。あそこのとこに見えてる小さな島、黒島って言って、黒島は西表島とかの近くにも黒島っていうのがありますね。そっちの方はものすごい平坦で人口よりも牛の方が多い島、あと野良クジャクが増えてきてしまってる島。沖縄の方の黒島ではクジャクが増えちゃって、あれは結構繁殖力が強いらしいです。で、牛舎の屋根とかにいきなりクジャクがいてびっくりしました。これは牧草かな、牛のための。クジャクじゃないんですか？クジャクですか？もしかしてクジャクじゃないんですか？クジャク、クジャク、動物はさっき牛見ました、犬もいました、猫まだ見てない。結構ありますね。あと風音が意外と入ってしまってるんですね、今。こと荒川温泉っていうのがちょうど反対側あたりにあります、今いる位置の。まあ、今いる位置が皆さんにはクジャク、クジャク、しめじ、しめじ、ひめじ、ひめじ、しめじ、しめじ、しめじ、里親、青鬼岳にも、まあ、火山の島らしいからあるんでしょうね。そういえば沖縄の石垣島の方の西表島は島内に新しい温泉が一つできてたけど、あれは天然温泉ではないのかな。火山の島らしいんですけど、さっきのコメントによれば。マイク変えるかな、 GoPro のためも考えて。放送の方はいいんだけれども、五島市椿園、あ、鬼岳、あ、そういやそうですね、あれ確か火山でできた山とか書いてあったような気がする。でもあんなに滑らかな形してるってことは火山か。私は今火山の上を走ってるわけですね。でこれでぐるーっと回り込んで、空港が見えないかな、このルートだと。ああ、今上り終わってちょっと今向かい風なんですよね。割と風が向かってきてる。そっか、飲み物ぐらいどっかで補給しとかなきゃいかんな。多分あまり飲まないと思うけど。うちに買っとかないと。溶岩海岸か。お、赤い。コンビニは島内になんとかってコンビニがあるという情報が、自販機ないですね、あんまり。最後までなかったらまずいけど、まあ途中市街地はいくつか通るんで、とそろそろ指差しグローブで良くなってきたなあ。砂浜、あ、そういう砂浜綺麗な写真あったな。ちょっとお待ちください。グローブを指出しの方に切り替えて、あとマイクも変えますかね。キャベツですね。違うのか。あ、デイリー山崎。そう、指出し指出さない両方あります。マイクどこ行ったっけ。野菜泥棒。ニコ生的には面白いのかもしれんけどな。そう、ニコ生をバカにする言い方。あ、マイクの中身がどっか行った。あったあった。ニコ生ですか。じゃあちょっとマイク切り替えるので、どうなるかっていうと、こんにちは。多分 IC レコーダーのマイクの音になると思う、しばらく。荷物は送ってないです、今回は。じゃあちょっと待ってくださいね。マイク切り替えます。なんかロバさんネタ引っ張ってる人は一人ですか。一人だったら切り替えます。切り替えましたがどうですか。よっ、これでモノラルマイクの、風純正の風防スポンジがついてるやつです。キャンプしないです。私は寒い時期は風邪ひくのでキャンプしません。寒さに弱いんです。これで風音に対して実績としては強いはずです。今回はタブレット落としたくないな。これで風を受けてどうかですね。戻って、それは今のタイミングの話ですか、音量ですか。低い声で、渋い声でですね。なんかデブデブ言われてたな。これで最大音量です。これ以上上げるとなるとパソコンの方の設定変えなきゃいけないな。今 IC レコーダーのモニター出力音声上げました。初日に来ようとしたはず。来ようとビシェイ、誰だろおばさんって。よいしょ。これでよろしいでしょうか、風対策は。タブレット落としたくないな。ブラッドベリー何がありましたっけ。あんまり読んでないんですよね。マシュマロ麺、ちょっと残りだ。空港見えないかな。見えたとして飛行機がいるかどうかわからないけど、多分この島の空港だったら短距離のプロペラ機ですかね、ラグが。ブルーベリー好きですね、味は。小型、あ、飛行機。デリヤマザキじゃなくてなんとかっていうコンビニって、確か九州の島々っていう観光ガイドに、そうだ、今回買ってきたのにまだ読んでないや。後ろのバッグに入ってますけど、観光雑誌。あるらしいです。迷信か、まあ惜しいからいいんですけどね。迷信というか疑似科学、あ、リックっていうところですか。ジョイフル、いつもジョナサンと間違えるジョイフル。ああ、そのレベルか。あれですね、体に悪いものもそのバケツにいっぱい食ってたら体に悪いような、そういう話が。あ、リック、あ、リックはなんか見たような気がするな。リックだったかな、あれ。見たことない名前のコンビニチェーンが。この間全然違うところでチェーン店見かけてびっくりした。あれなんてコンビニだったかな。昨日のは別のオーディオデバイスを買ってみましょうかね。今のうちにアマゾンで買って福岡の実家に送るようにしといて、でタブレットとオーディオデバイスの相性確認配信を、風よと軽減されてるかもしれないですけど、結構な向かい風になってきました。向かい風すぎて涙が出てきた。あんまり風強いと目にしみるんですよね。しみるというか寒い風が。録音したICレコーダーの話ですかね。いや、あっちは変じゃないはずです。確認まではしてないですけど。さつまいも、かんころ餅か、かんころ餅。風が強いです。下り、今は下り基調なのに、下り基調なのにこがないと進まない。眠り、何もしない。風音で聞こえづらい。北西の、北西か、西の風っぽいです。ここは今この地点は電波でしょうね。冬の自販機あった。自販機買っとこう。自販機を買うんじゃなくて自販機で買っとこう。創建ビーチは八鷹とふと風かなり強いです。アクエリアス系もありかな。よし、今日はアクエリアス。夏風古賀町出身です。やった。今自販機でアクエリアス買いました。ダブルチャージ、水分補給&エネルギー。違う、水分補給クロスエネルギー。福江ソーイング。ホットレモンはっていうか、ホット、あった、ホット。ホットレモンに近いものは蜂蜜柚子くらいですね。よし。椿、一応動いた。あ、落ちた。目の前まで気がつかなかった今。成長しましたね。結構牛多いですね。これなんか子牛じゃないけど中牛ぐらいの。映画ほぼ見てないです。テレビも見てなくて。ここの牛はなんかふかふかしてますね。柔らかそう。あ、動いてます。おお、立ち上がった。伸びをした。あ、伸びをしたんじゃないか。この状態なのか。なんか毛が柔らかそうです。すごく。あとスースーいってますね、息の音は。だけどお邪魔しました。牛でした。ベイベー。あ、多分ご当地だと思います。食べられてしまう牛ですね。来ました。まあ牧場というか敷地内で飼われている感じですね。結構神奈川県とかでも飯田牧場とかああいうスタイルですよね。どっちか行ったか違いかなこれ。どっちにしろ空港は見えないか。直進した方がぐにゃぐにゃが少なくて近そうに見える。あ、馬と比べると。けど海沿いかな。こっちも車線がスリッとした後藤牛はそうなんじゃないですかね。でもあまり全国では聞いたことないですね。後藤牛、後藤牛、後藤牛。後藤豚。なんか沖縄で飼われてるみたいに、さっきみたいな場所で柵で飼われてるんですかね。雪がちょっと痛い。日が出て風がなければまだだいぶマシなのに。そう、豚を食べました。からすみの名産なんですか、ここは。宅急便。五島美女か。五島じゃないけど昨日長崎にホステル泊まった時の受付のお姉さんはえらい綺麗だったな。えらい綺麗でなんか愛想がいい人でした。まあ面と向かってそんなこと言わんけどな。だから綺麗な人が好きな人は長崎カトリックセンターユースホステルに泊まった方がいいと思います。電話番号聞いてない。夜もいたし、朝から勤めてましたね、あの人は。あの人は20代じゃないかな、多分。ん？メシ。109時間出して、小笠原諸島に行くよりも遠いじゃないですか、東京から。109時間って言ったら4時間じゃないよ。109時間は4時間じゃない。4日間以上じゃないですか。あ、椿油ですね。五島うどんっていうのも椿油が、油かな、椿かなが入ってるとかなんとか。で、今なんて。あ、約9時間か。でもやっぱり夜行で行くレベルですね。夜行フェリーとかで。でも夜行だと、そう短かったんですね。夜行で行くとなると30日に迎えなきゃいけなくなるからな。朝一の便が仮にあったとしても夕方ですかね、博多に着くのは。30日の夜にこっちの島に泊まれるかどうかぐらいか。いや多分福江島に泊まってなきゃいけないんだろうな。なかなか厳しい。今日実は 2,30 キロの位置にある宿も考えたんですよね。明日残り走りゃいいやと思って。でも福江島はとりあえず明日までに一周してしまわないと。長崎クソかもですね。あんまりなんか直行フェリーにこだわってるとでえらくいい道になってきた。こういう道大好きでございます。あっちが九州自然歩道大浜。おお、飛行機はありますけど高いんですよね。そう、分かれ道で今1周100キロ超えぐらいだったと思います。ただあちこちショートカットしていけばそれほどないかも。どっちにしろ私にとっては2日コースです。オバマ政権、オバマはどこだったかな。オバマ氏はなんかなんだっけ、たい焼きみたいなあれ食ったの。オバマ氏はどの辺りだったかな。福井県、あ、そうか、あの辺りか。ありがとうございます。福井に行った時1日目か2日目に通ったあたりかな、オバマは。あ、長崎にもあるんですか、小浜町が。あ、そういえばなんか見たっけ。こっちの方の地名でしたっけ、もしかして。5800。あ、小浜温泉。あ、それが小浜温泉なんですかね。フェリーは6000円ぐらいだから新幹線で長崎から行くよりは高くなるのかな。いや、どっちにしろ長崎まで戻るのもお金かかるし。あ、雲仙の方ですか。だと長崎の東側ですかね。長崎市街地の南東の、違うな、東南方向か。南東方向。あ、またこれだ。さっきも見たんですけど、これ小浜、これ何干す場所なんですかね。この小屋になってて、真ん中にその斜めに竹の、すのこというか竹のこの慣れたやつが斜めに渡してあるやつ。もしかしてかんころ関係かな。かんころとあと椿でしたよね。干し草なんかロールみたいなのがあったし、こんなとこでわざわざ干さないと思うので。東か、南東じゃなくて。ん、福岡地ん、これ宿の人に見せて聞いたら多分分かりますよね。これって何ですかっていう。今写真撮ったっけ。撮ったよな。うん、この手のものをよそで見たことないけど、この島固有なのかどうなのか。固有だとしたらなんか珍しいもの見れた気分になって、得した気分になりますよね。あ、今通常配信です。電波情けだし。うん、宿は昼に予約しました。大豊海水浴場、大きな宝の海水浴場のひらがなで浜辺っていう名前の宿です。あ、島原、あ、でしたっけ。民宿です。あとこっちでは島徳なんとかっていう商品券みたいな5000円分で6000円分使えるっていうお得なチケットをフェリーターミナルとかで売ってたんですけど、今日の宿は加入してないみたいなんで買わずに来ました。そう、2割もお得なんですけど、宿は全部が加入してるわけじゃないみたいです。さっきフェリーターミナルで確認してもらったら今日の宿は加入してないとこだったみたいなんで、お、今犬が駆け寄ってきたで、繋がれてる犬が駆け寄ってきました。おお、ここもちょっとまた家が集まってるとこありますね。ここは浜町、ここは浜町ん犬に市街地の中通ってたか、面白そうだな。右行ったらこれ多分あれ迂回して短距離で行けると思うんですけど、せっかくだから街の中通ってみよう。これは椿かな。自然食品、どれのことかな。まあ人工食品っていうものでもないけど昼はうどん定食でした。五島うどん的な。なんかうるさいな。ここは地図では浜町って書いてあります。店とかはあんまない感じですね。なんか鳥やかましいです。うどん、そうですかね。まあこっちの名物が五島うどんだっていうのがあったんで何食あ、ここにも新しいやつがある。芋かな。なかなかですよね。あと意外と家多く集まってる。さて、どんなの、細めでつるっとしてて。あまり腰はそれほど強くなかったですね。強くないというか腰はない系の、博多うどんほどふやふやじゃないけども、讃岐うどんに比べたらだいぶ腰がない感じでした。美味しいもの、今日の宿は何が出てくるかは分かりませんが、まあ民宿なんでそれなりに期待してますよ、私は。こっちかな。お、美容室だ。クエですか。ああ、今牧野うどんはふやふやです。あれなんてそうそう、今の時期クエらしいですね。あとは多分そうでしたね。なんか私何船だっけ、カラス、おかみさんに自転車なのにおかみさんかもしれないじゃないですか。あとでもいいか、はあ、お、コープだ。商店的には今の A コープが命綱みたいな感じですかね。近場で買い物するためには。でもみんな車持ってるだろうから、さっきの福江港の辺りの市街地までもすぐですね、車で。確かこの辺り車で10分とか書いてあったような。民宿系はですね、あと食事の量が多くて食いきれないフライのが出てくるとこが多いです。旅館と違って旅館はすごく凝った料理が出てくるイメージなんですけど、民宿は凝った以上に量が重要だと思われている節がある。この辺りも石垣だ。れ石垣積んである家っていうのは昔からのやつと、あとその伝統色を残した形にしたいみたいなので新規にこうやって組んであるとこもあるんですかね。ああ、これは古い感じ。ここも休みのそんなに毎回行ってないですけどね。お、商店、酒屋さんか。最近は一月に1回ぐらいしか動いてない。当たり外れ、外れっていうほどのところにあんまり行ったことないですね、私は。白人だ。この花の高さと色の白さは、あとヘルメットの紐がペイントで表現されてる。でも結構綺麗な状態ですね、この景観像は。あ、音、今景観マネキンというかカーブのとことかに立ててあるあの手のやつの、このガソリンスタンドはやってないのか。今どこに来てるかっていうと、場所わかんないな。数年前、そうそう、最近なんか週末になっても外に出ずに何やってんだ自分というふうに反問することもしばしばですよ。反問、モンハンじゃなくて、今ここちょっともういっぺん、年だとしたら嫌だな、年のせいだとしたらちょっと今ここ今もういっぺんやってみてます。位置情報送信中。ああ、ダメだ。やっぱり今サイクリングロード、でもやっぱ新しいとこ行きたいっていうのを昔からそういう思考が私にはあって、まあ別にだからといって走らないっていうのも変なんですけどね。おお、綺麗な浜辺に来ましたよ。皆さんには見えてないと思うけども、おお、エメラルドグリーンまではいかないにしても結構綺麗です。多分下が白いからなんでしょうね、ここは。今ここもういっぺん送ろうとしたけどダメでした。サーバーが応答しません。雪が雪がローラーは持ってないな。ローラーは楽しいもんではないんですよね、多分全体的にみたいですね。雪が痛い、若干あられっぽい。日は照ってるけど音聞こえるかな、このバチバチいう音。雪が雪がふとふとなのは全部だと思います。オーバークォーター使われすぎですね。さて上りだ。ヤビスか。今ヤビス峠凍結してるとこ多いらしいですね。裏ヤビスはいっぺん雪が降るとなかなか晴れてる。日は照ってて雪が降ってます。似てますよね。あ、少し弱くなった。ノイズが張って入って、郎さん、あそこはそこそこ移動引っかかりますよ。自動車学校これじゃないよな。なんか謎の建物があります。今ですね、これどこなんだろう。電波が切れたかな。お、結構登ってました。あ、標高50まで来てる。結構登ったな。まだ少し登ってます。さっき電波完全に切れてたんですね。コメントも聞こえないぐらいだったから。そう、キリシタンの教会を世界遺産に、教会の、島全体なのかな、世界遺産に登録しようとしているところです。五島チャーチミュージアム、大人気にがり入りソフトクリーム。にがり入りって書かれるとなんか豆腐のイメージが。今週はバニラ&チョコ。ちょっとこの気温だとソフトクリームは若干厳しいですね。海水浴場、そうめん流し、ソフトクリーム感すごいな。それほどのソフトクリーム市場がこの島に。直行します。宿に着くのもう夜になるのはほぼ確定してるし、今3時であと2時間半で日暮れか。ソフトクリーム感っていうのがあるほどにそんなに需要があるんですかね。ソフトクリームで成り立つぐらいに。関連はたまにソフトクリームが流れてくる。ソフトクリーム、どうなんですかね、ソフトクリームのあれって日本独自の進化をしてるんですかね。いらっしゃいませ。柔らかいソフトクリームは香り卵椿茶屋、今日はレノモじゃないんですよ。枠説明間違ってたらすみません。今日はミークスじゃなくてルークスです。ここからトータル50キロぐらいだったから、今走ってきた距離が多分15キロぐらいだろうから、あと35キロありますね。で、最後にひどい上り下りがあります。結構な上り下りが、標高200登って降りて、50登って降りて、150登って降りて、トータルでいうと昨日の夜に登った稲佐山よりも登る。あ、わらぶきの今日は本当は3、40キロぐらいのところに宿があればよかったんですけどね。お、また牛だ。こっち見た。途中のなんだっけな、途中キャンプ場もあってですね、そこにコテージとかバンガローとか、キャビンかがあって、キャビンが1つ4800円なんですけど、1泊、最大6人までだったかな。さっき電話して聞いてみたら、暖房はないですと言われました。コテージとかだったら暖房あるんですけど、そっちは1泊に1万2000円とかなんで、そっちも6人だったら1人2000円なんですけどね。そこはお風呂とか暖房までついてるコテージらしい。おみ足、私のおみ足ですかは今のところ問題ないですね。1級のまあでも結構な山ですね。それで日が暮れたら寒さがしのげるぐらいの暑さにはなると思います。島のキャビン、まあ、6名までで1万2000円とかなんで、1人当たりにすれば安いんですよ。暖房はないみたいです。夏場用ですね、ありゃ。それか寝袋とか防寒装備ちゃんと持ってる人よ。なので、そこから山越えて15キロから20キロぐらい先の宿に今日予約しました。あ、教会ですか。あ、そういうところでもよかったな。とりあえず島の宿泊ガイドに載ってる中で選びました。聖母子相関日。ああ。本当になんか長崎の方に来てから。教会、キリスト教関係のものいっぱい見ますね。昨日泊まったところからしてそうだし、昨日は長崎カトリックセンターユースホステルに泊まりました。宿泊者名簿の選択欄に信者男性、信者女性が入っている宿でした。ああ、自炊が、まあ、周り店があれば何とでもなるんでしょうけどね。基本のところは暖房あるはずです。ないとしても布団はある。まあ、あとはお風呂もあるから、仮に部屋に暖房がないところでも大丈夫です。キャンプ場の方はそのコテージの中にしかお風呂がないみたいで、キャビンとか借りるとどっかで入ってこなきゃいけないらしいです。あ、なんて聖書、部屋に聖書置いてあるところはホテルとかでもありますよね。SK さんが夜配信とかでよくやってる聖書探し。でもそういうのが必要な人っていうのは自分で持ち歩いてるんじゃないのかな。宿側に聖書が完備されてないといけないんですかね。ないとしても、いや、あると思いますけどね、暖房は。民宿だから。ひょうきん懺悔室ってディレクターみたいな人が丸とかバスとか出すやつですか。今は寒さはまあまあかな。ちょっと今坂を下ってきてるんで少し寒いです。ユース、いや、ユースは別に、ただ昨日泊まったそのカトリックセンターユースホステルはちょっと暖房の効きが弱かったかな。エアコンはあるんですけどね、割と広い部屋だったんで、何がどれくらいですかって、あ、これ左側に行ったら集落ありそうだけど、向こうの方回っていけるかな。眠れない、ああ、ちょっとぐにゃぐにゃなるからまっすぐの方が近いな。やや急ぎ気味なんで、ああ、でもなんか魅力あるな、あっちの方も。時間に余裕取りたかったけど、今日はちょうどいい位置に宿がなかったです。ああ、こっちの道はこれか。ひょうきん族、こっちだな。自殺対策、そうなんですか。つまりベランダについてる手すりと同じ意味ってことですか。ロバさんが言った、どういう意味ですか。あれ、なんか違うか、これ。ああ、こっちも民家ない方なのか。さっきの海辺にあるだけなのかな。ああ、こっち来ても別に嬉しくないな。普通の海辺の旧道ですね。まあいいや、行ってしまおう。さっきの道まっすぐ行ったら振動でトンネルがある方だった。こっちは電波ないかもしれないな。真下町、このことですかね。そう、トンネルが地図上に見えてたので一応こっちに来ました。こっちもなんか途中に何かがあるわけではなさそうなので、あとアップダウンもありますね。時間かかるな。こんにちは。電波弱そうです。こっちの方は。今ちょっとした山道みたいなところを登っていってます。猫だ。なぜここに猫が。どっちか。なぜこんなとこに猫が。ペダルは1万、違う、シューズは1万以上するやつで、ペダルは3000円ぐらいだったと思います。シマノの一番安い SPD ペダル。もう少し先に何が、この島初めて猫見ましたけど、なんでこんなところに。周り民家とかなんもないんですけど、あ、砂浜。さっきもちょっと綺麗なところがありましたよ。映像いってなかったみたいですけど、猫は可愛さは好きなんだけど、なんていうか、猫を礼賛する風潮はそんなに、あんまり言うと敵作りそうだから嫌なんですけどね。猫は可愛いけど動物だ、猫は可愛いけど人命ほどは重くない。あ、そうそう、あざとい。絶対やつら人間の遺伝子いじってますよ。ん、見えますか？リアルタイムだからね。 Google Earth はリアルタイムですから。また猫だ。なんで最初見た時小さい猿かと思ったんですけど、さっきのやつも。なんで猫がいる、しかもふわふわした猫が、えらい毛並みがふわふわしてるやつが、ほんと猿みたいだな。ふわふわ。不思議だ、なんでこんな山道に猫が。そうそう、まあ思ってるだろうっていうのと、あとお前ら絶対人間の遺伝子をいじって自分たちが可愛く見えるようにしただろうっていう。そうすれば人間に可愛がられて繁殖できるから。画像はずっと止まってるみたいです。うん、電波確かフォーマエリア外のところも島の中にあちこちあるんで、こことかは特になさそうですね。たまたま音声が届くぐらいにはつながってるのかもしれない。 YouTube、 まあ何ヶ月後ですけどね。特に今は動画編集を押してます。お、あそこのなんかコンクリの橋脚みたいなのはなんだ。ちょっと YouTube 動画用にズーム撮影でヨード猫、ヨード、ああ静か。なぜここに車が。あ、海猫と山猫が。なるほど、なんか納得してしまうな。海猫なんか空飛びますからね。うん、沖縄、伊是名島とか伊平屋島の時ですかね。あの時そうだったかな。確か伊平屋島の方はあまり電波なかったかな。おお、ヨード、なんか斜めの岩が、斜めに割れるタイプの岩が。おお、なんか砂利が白い。道に合流する。天気は、いや、良くないです。今雨とか雪がパラパラ降ってます。運が悪いと機材に影響ある。GoPro 裸で使ってますから今。んじん自走機、この辺り砂浜ちょっと綺麗ですね。草津の手前の、うんね、猫、話がわからない。国村知ってますけど、六郷村と書いて国村。国村の6号、東西南北と天と地だっけ、それとも中央だっけ、宮城県、今寒いでしょうね。